HD188753 は、白鳥座の方角、地球から約151光年の距離にある、見え連星系である。2005年に、太陽系外惑星の存在が発表されたが、後にその証拠が見られないとされ、惑星を持つ星系には数えられていない。HD188753 系の、アニメーション1895年に、 HD188753 は二重星であることが発見された。主星と晩星の理覚はおよそ0.3秒、明るさにあまり差はなかった。相対的な位置の時間変化を調べることで HD188753 が連星だと分かり、軌道要素も見積もられた。1977年には視線速度の分析から、 HD188753 が見え連星系であることが明らかになった。主星 HD188753A は太陽に似た構成と考えられ、質量は太陽よりわずかに大きい。この主星から 12.3AU 離れたところに、高天周期154日、離心率0.175、軌道長半径およそ 0.67AU という、 軌道で交点しているより、コンパクトな連星が存在する。この晩星系の二つの構成は、質量がそれぞれ0.96対応質量、0.67対応質量と推定される。晩星系は、主星の周りを約25.7年の周期で交点し、軌道離心率は約0.50である。楕円軌道なので、近点距離は 6.2au になる。2005年、 カリフォルニア工科大学の天文学者粉月が HD188753 成系における惑星候補 HD188753 アブを発見したと発表した。HD188753 のような三0連星形で惑星が発見されるのは初めてではなく主星と万星の距離が大きい見え連星系では他にも惑星が 発見されている。一方、HD188753 アブは、晩星も近いので、惑星上からは、太陽が3つあるように見えると予想され、発見者の粉つきはこれを、映画、スターウォーズに登場する惑星、タトゥインに例えた。しかし、この惑星の発見には、疑問が提出された。惑星候補 h d は、 木星より、やや質量が大きいホットジュピターと見られ、HD188753A の周りを3.35日で一周し、母星との距離は800万キロメートルと見積もられた。HD188753 のような主星と万星の距離が近い連星系における惑星の形成は、現在主流の惑星形成理論に反する。一般に、巨大惑星は、 原子惑星系の外の型で形成され、ホットジュピターとなる場合は、誕生後に母星の近くへと移動したと考えられる。HD188753 星系の場合、近くにある万星の影響により、原子惑星系円盤は、最大でも 2.7au までしか存在できない。これは、木星型惑星の形成が起こる領域の半分程度の大きさでしかなく、 現在の連星系で惑星形成が起こったとは考えられない。惑星の存在を可能にする一つの仮説としては、惑星は HD188753A が単独星であった時代に形成され、その後近くにあった連星系と重力的に結びついて見え連星系になったとするものがある。観測的に惑星 h d 千七百五十三。 アブの存在を確定させる試みはうまくいっていない。2007年、ジュネーブ天文台のグループは惑星が存在するならば十分検出できるはずの精度で視線速度を測定したが惑星の兆候は検出できなかった。その後、惑星の存在を支持する証拠は見つかっていない。ありがとうございます。